有田哲平のプロレス話、お前有田だろー、そうですよ、有田ですよ、有田です。いや、そうですね、有田です、有田だろ。10分ぐらい撮ってますから今申し訳ないです。いやいや、今日はボリュームたっぷりですね。今日はすごいですね、やっぱり。もうそらもう前川ディレクターがね、もしかしたら夏休みを取らなきゃいけないからかもしれません。そうですね、その可能性がありますので、今日は取りだめというスタイルを取らせていただいております。はいはい、今日はこちらの企画をやるんですね、はい、プロレス頭テスト。もういつもキーワード僕も知らないですけど、はい、来ます、はい、それに対してひらめいたことを僕が書きます、はい、で寄せてきてください。そうですね、有田さんの答えに合わしに合わせてください。それがもう一致し始めたら、はい、もう本当にもう成長してるな、はい、福田と、はい、いうことでございます。ありがとうございます。これはもう視聴者の皆さんもですからね。あ、まあ、いつもやってくれてるんですもんね。皆さんもちょっと考えてください、うん、でまあ、あんまり深く考えずひらめきぐらいでやってくださいよ、うん、いや、それが分かんないんですよ有田さんのひらめきが全然分かんないですよ。そう、ゆっくり考えたらいっぱい出てきますからね。でコメント欄見て思うもん、やっぱ あそれだったわとか。あ、まあまあ、福田は最近これでね、なんか、あ、そうですね、なんか有田越えの答えじゃんみたいな評価もあるぐらいで、はい、一時僕の評判が地に落ちたのでいや今上がってんね、このおかげで。ありがとうございます。さあ、それではキーワードいきましょうか。はい、何でしょうか。大逆転。まあ、大逆転これかな。もうパッと思いついたね。絶対あるよね、大逆転で。他にもいっぱいね。有田さんやろ。でもまあ、さあ、それではどうぞ。長州力。おう。いや、それはもうどういう大逆転。まあ、アマレスでオリンピック行って鳴り物で入ってきたけど、まあ、正直そんなに人気出ず、鳴かず飛ばずとは言いませんけども、うんうん、やったのがやっぱ猪木さんからの助言をいただいて、藤波さんに噛みついて一気に大逆転スター選手になったっていうことですね。そうね、ちょっとパンチパーマの中堅レスラーでしたからね、うん、でもまあ正直、まあ違うやろなっていうの分かってます、この感じ。まあ、そうですね、ですよね。まあ、僕はこれですね、鶴田対三沢の初戦。あん時か、これは6月8日だったっけな、武道館トップロープで股間の時ですか。そう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 、これは正直やっぱり三沢が勝ってうわーって盛り上がったけど、はい、なんでそこまで盛り上がったかって言ったら、絶対勝てるわけないっていうムードだったからね、はいはいはい、やっぱそれはもう、要は三沢がマスク脱いで、はい、僕が超えますと、鶴田さんを超世代していくと超えるっていう風になっていう中で、はい、まあそれは分かる、もう若いやつ応援したいけど、まだ早い早いっていう感じだって、もう誰もが鶴田がもう終わり勝つと思ったから、はいはい、まあ返し技とはいえども勝った時はもう、うわー、森山さんも大逆転ですよね。確かに、まあそうなんですよね。しかもまあやっぱ鶴田強いなもありましたもんね。負けたけど、負けたけど、これで超えたわけでは全然ないっていうね、うん、やっぱ後々フェイスロックでギブアップ取ったりとかさ、うんうんうん、本当になんかちゃんと試合で勝つこともあるけど、うんうん、この時はまだ全然、まあ、まあちょっとラッキーというかもう含めてみたいな感じしたもんね、うん、だからこそもう盛り上がったんだよね、うっそーみたいな。あ、確かに、はい、やっぱこれですよ。それっすね、はい、いや、まあ、確かにもうそれも概念すぎる、それ概念すぎるって。長州力ちょっと待ってよ答えに対して概念すぎるはないよ。何だ概念すぎるっていうダメだしもっとこう具体的じゃないし、ね、概念すぎるのよ。概念すぎると言われてもな言うといてよ、概念すぎるのはやめてよって言って確かにまあそうやな、これ概念すぎたな。何なん概念すぎるそもそも。これはけど揃ってる人いましたね、今有田さん。ああ、いたかもね、うん。さあ次、
わがまま。わがまま。まあ。プロレスですもんね。うん、まあもうシンプルにここは。シンプルに行こう。はい、お願いします。ブロディ。うお。ブロダブロディ。いやもうこれはもうそうでしょう。タッグの決勝トーナメント勝手に帰った。帰ったりね。はい、もうブロディ。まあむちゃくちゃしてたって言いますよ、外国でもね。でしょ。うん、まあ頭良かったしインテリアだと聞きますけども、うん、わがままといえばじゃないですか。そうだね。違う。相当まさにこう今日来てますから、よく考えたらブロディ。もうほら。正解やん絶対。でもちょっとシンプルに来すぎちゃったかもしれない。これね、高田信彦。これ高田信彦のここに注目してる。信彦はあの延長の縁じゃないんですよ。ほうほうほう。こっちは本名の方なんですよ。あ、ほうほうほう。高田信彦のまだ若手時代です、はい、でこの時は高田信彦のキックはわがままな膝小僧って言われたんですよ。古舘さんがずっと出た言ってた、わがままな膝小僧っつって言ってた言ってた。もうとんどいろんなとこから腰の中にこうやって、はい、もうわがままにこう行くっていうね、はい、もうシンプルにそれできました。もうやっぱ疲れてますからこっちもでも深入りしたら絶対そっち、そっちでしょ。深掘りしたらほら疲れてなかったら、疲れてなかったらブロディよ。いやじゃあわがままに、しかも俺こう書きながらこう見えてんだけどねほらブロディブロディって書きたかったね。ここはそうっすよね。そうよ、書きたかったけど確かにわがままな膝小僧、わがままな膝小僧だからだって言ってた、わがままな膝小僧言ってた。なんだわがままな膝小僧って改めて青春のエスペランサとかね。あ、うん、どういうことやねん。よくよく考えてみると、わがままそうか。でもまあこれはいいと思う、ブロディとも全然。 ありがとうございます、うん、これが1本目だったら絶対ブロディって書いてるもん。そっか、なんでラストにしたんやこれ。当てたいな絶対。さあじゃあ次は神対応。ああこれはもうこれは合うわ。はいどうぞ。はい、アブドラザブッチャ。うわ違うやん絶対いや違うやん。そこまで言ってたのよ。え、あの出てた出てた、ちゃんと選択肢の中に出てた。出てました。うん、アブドラブッチャね、はい、だ実際俺もサインもらってるし、そうもちろん有田少年が地元の大会で、はい、そのねホテルでしたっけ、サインもらったりとか。神対応ですよ、地元の小学生にサインくれるって。あんな怖いキャラクターのに、すんごい優しいニコッと笑ってこうやって子供に対して俺うわブッチャーとか言ってニコッと笑ってこうやってめっちゃ優しいこれ以上の神対応はない。あんな悪いのにね。そうそう、キャラは日頃はね、ギャップがあったという意味ではそうなんだけど、はい、でもなんか僕はやっぱこうなっちゃうんですよね、棚橋。ああ棚橋選手が、まあ、もちろんあえて今もリングで、はい、こう必ず入場の時もハイタッチずっとしながらとか、で試合終わった後も必ずハイタッチしながらとか、はい、ハグしたりとか、そういうのもそうだけど、やっぱね、プロレスが一番落ち込んでた時に田中選手は今までみたいな、そのなんか大名商売というか、それであぐらかいったらダメだなっていうことで、ちゃんと自らファンの方に寄ってったみたいなのよ。だからそのファンの集いとかにも自分から行ったり、もう自分で顔を出して、あ素晴らしい、ちゃんとその神対応を自らしに行ってるっていう。素晴らしい。でもうそんな僕らがそんな今偉そうにしちゃダメだっていう、おもう変えなきゃっていう。かっこいい、うん、だからもう考えられないじゃん、ダーだったのが、はい、プロレスファンの皆さん愛してますって言ってるわけだから、うん、もうそれは言葉としてかっこいい言葉かどうか知らないけど、うん、そのちょっと、ナンパな言葉かもしれないけど、はいはいはい、でもあれがその本当 こっちの方からこうすり寄ってるわけじゃない、うん、愛してますよっていう、うん、そうですね、今までなかったわけよね。ファンがレスラーに言ってた言葉ですもんね、うん、プロレス大好きです、愛してます、愛してますっていう、こっち側から言うっていうのをやっぱり田中さんがやっぱ
もう今こそちゃんとコツコツやらなきゃっていうので、細かいエピソードたくさんいっぱいあるらしいんですよ、そういうあの裏で頑張ってるみたいな。ああ素晴らしい、うん、いやそういう、まあ、やっぱ貢献する方がいないとね、今のプロレス人気はキープできてなかったですもんね。そうなんですよ。そうだから一瞬おぶっちゃうじゃんと思ったのよ、確かに。でもいやでも長い、あんな小学校 あの熊本センターホテルみたいなところでさ、はい、こうやっておぶっちゃだってニコッと笑ってくれただけでダメだと、あのニコッと笑ってくれただけで、いや笑ってくれてるやん、この人もずーっとやってるわけだから。そうかね、合わんな合わんな、ちょっと合わないね、合わないですね。いいとこまで行ってるみたいですけど、いやいや確かに2択ぐらいまで行ったからね、それ確かに、うん、次合わさなもうやばい、とほほ、え？とほほってどういう意味、そもそもとほほやわ、とほほってどういう時使う、はぁみたいなことだよね。でもなんかあーっていうことでもないですもん、なんかちょっとまあいやもうこれも1本目だったらもっと出てくると思うけどね、もう今は10本目にやるからもういやいやもうポーンって出てきたな、もうその発想からもう抜けきれないのよ、それ以外のことを考えないの頭がもう。確かにもう今日の収録のどっかでできたやつしか出てこないな。もう過去もうここのもうこれ、はいはい、はい、どうぞ、ケンスケカッキーの対抗戦ユーインターと、もうあれでね、ポカしちゃった、ポカしたね、もうとこほらコメントじゃないですか、うん、何そのコメントっていう、うん、負け方もまああれですけど、とほほだねっていう、まあね、いや健介大仁田っていうのもあるんだけどね、おおほほほ、1戦目をとうとうっていう、あのいわゆる小川橋本の日、はいはいはい、なのでやっぱもう筋肉隆々の健介が、はいはい、もうロートル扱いしてる大仁田を引きずりましてさ、はい、うわうわっ、やっぱかなわねえなと思ったら最後ポケットが火をふわって出したら、それでわあ、カン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 、嘘やん、ちくしょう、ちくしょう、いやいやいや、負け方と悔しがり方のバランスがおかしい、合ってないね、負け方と悔しがり方が、とほほやな、火で終わっちゃ、いや火でも反則負けで終わったんだけど、いやいや、それで健介、いやいや、もうこんなバーンって、何出してんだからって行くかと思ったら、はい、わあ、めっちゃ食らってるやん。ケンスケ、さっきまでのケンスケってなるやつね。もうあったけどね、それもあるけどね。東方やり、いや、ケンスケさんの話もっといっぱい聞きたいな。まあ、東方は多いよ、確かにケンスケさん、そのさっきの。そうですね、うん、また小橋さんの名勝負の話も一回盛り上がりましたけど。あっちもあるからね、はい、いいのもあるからね。確かにケンスケさん愛されるべき人やから、東方もいっぱい聞きたいですね。ちょっと、うん、お願いします。やっぱもうこれしか出てこない。藤対木村健吾、あ、うん、足に入れて、そう、あのもういきなりねシングルマッチでとうとう長州の後、はい、前田、いろいろライバルは木村健吾とうとうなるかと、はい、して一騎打ちしたら、はい、稲妻レッグライドで勝ってね、はい、木村健吾、うおー藤浪を超えたと思ったら、やったって言ったらポロっていやいや鉄のなんか出てきちゃう、レッグがサポーターからポロって、いやっていう、そのいやほんまにとほほ、確かにもうこち亀のオチみたいな、なんか何そのオチみたいな、いやいやいや、だからそれが、まあ、健吾さん、いやいや、そもそもそういうことをするような人じゃないわけ、まず、まあ、そうですよね、今のイービルがやってんだったら分かるけど、そういうことする人じゃない、常に常習犯で反則しませんからね、うん、で仮にまあどうしても勝ちたかったっていうのがあって、やった、いやその日に落とすなよ、そこでそこで落とすなよ、いやいや、いやそこで落ちるって、よう試合中落ちなかったなっていう、逆に言うとそういう話ですからね、よう試合中持ったなみたいな、いやもう途方でしょ、このやり方が、うん、なんかなかった方法って、その
なんかさちょっと前からなんか入れてよく入れてんなとか、うんうん、確かに確かにね、うん、短絡的計画性がないもん、うん、すっごい短絡的まあおかげでね、まあ、ワンマッチ工業って伝説のワンマッチ藤波木村っていうのが、まあ、につながっていったのは確かなんだけど、はいはいはい、やっぱあれが始まりだったから、はい、絶対にやっぱねライバル関係になれなかったと思うのよ。まあまあそうですね、そうはファンも見れないですね、あれ入れたやつでしょみたいな、鉄パイプ入れたやつでしょ、うん、みたいになっちゃうから、うん、やっぱないんだよね。そヒールの人ではもちろん今もまたねもも選手がこうやってわざとそんなやったりとかすることもあるけど、はいはい、なんかわざとスパナ入れて蹴ったりとか、はいはい、なんかあるけど、そうやってああいう黒パン履いたストロングスタイルの選手がいよいよ藤波やるぞって言ってて、はい、入れててここに、はい、ポロっていう勝った後ポロっていうそのあチェックの時じゃないのよ、チェックなのこれとか、はい、でもないし、あそうかレフリーもね何だったんだっていう話になりますよねあのチェックは な,、はい、何なのあれはっていうなるし、いろんな面でだからまあ途方法ですねだからいずれにしてもダメなんだよこれ絶対に。まあまあそうですね、うん、後で控え室で、はい、あれは実は入ってたっていうのが若手が 見ちゃったとかで密告されたでも、はい、なんなんてなる、なんそれってなるし、はい、いずれにしてもダメなんだ、はい、で意味わかんないですからね、その、うん、なんかこのその藤波木村の関係においてね、はいはい、ずっとタグ組んでて一騎打ちになったのに、はいはい、なんかそのどうしても勝ちたいからここに金属入れて勝ったっていうので、はいはい、超えてないから、そうですよね、で、うん、別にそこでキャラで何が悪いんじゃとかでそこでヒールターンしてとかわけでもない、はい、なんか、うん、バレちゃったみたいなえっていうぐらいの感じだから え僕ですかみたいな、え岡田さんみたい、松岡の岡田さんみたいっていじってる時ね、もういじって一人終わってもう一回ぐらいいじってる時もうない時返しない時の岡田さん、あのカメラこっち行ってる時よ、うん、こっちのでもう一回こうかね、何か言ってたらええね有田くん使われへんねええね有田くん言う時の岡田さん、一くだりやったやろ今ええやん、もういやこれだよ、まあ途方法ですね、はい、ということでうわーむず、今日どうなった今日、今日は、一致したのがゼロです。まあ二択のとこまで行くんだけどね、ブッチャーもそうだし、でも正直ブロディは超えたと思うし、ああですか、うん、まあ正直これはだからあれをね、この今日10本取りというこの悲劇の中10本目でやってるから頭が働いてないですね、もうちょっと前半にやっていただけるとなのでそっちもほら、はい、カッキー対ケンスケみたいになっちゃったし、もう先聞いたやつですよ先聞いたやつそのまま出してますね、なのでこれはもう前川ディレクターのこの采配がダメだったということですけどそうですね、これはもう反省してもらいたい、まあだけどやっぱり失格、おー出たやっぱり失格、何に対しての福田さんは失格ですよ、どういうことなの、何を失格にされてるの、いくら前川ディレクターが悪かったといえども失格です何を失格になったの毎回分からへんねん、チャンネル登録、高評価、お願いします。お前、アイドルだろ。